面白くなるのは後からですよ。後からまあ、まあなんか面白いねはなるけど、効率的にやろうとか、その楽をしようって考えの方が僕は大事だと思うんですけどね。YouTube も D-Lab とかも全部そうですけど、僕だって元々あれですからね、本は好きで読んでたんですよ。文献とか論文とかこういう本なんか見てわかるとこにずっとね、あのこんな感じで読んでるんですけれども、でもやっぱテレビに出たりとかさ、めんどくさいじゃん。 公演やったりとかさ、イベントやったりとか、めんどくさいじゃん、わざわざ行くの。だからもっと楽に行きれねえかな、本読むだけでって考えていろいろ試した結果、たどり着いたのがこういう動画配信とかなんですよ。で、さらにこの動画配信も、 あの、動画配信十分な収益が得るようになったんで、投資したりとか僕もしてますけどそうですそ、僕どんどん楽をしたいんですね。本を読むってことは好きだからやるけど、それ以外は全部なくしたいんですよ。正直言うと。で、この放送してるのも、まあもちろん収益が上がるっていうのもそうなんだけれども、本を読んだ内容を誰かに喋らないと、言わないとえ、人間って忘れちゃうんですよ。だから僕はこれ、あの、記憶するためにやってるっていうのもあるので、だかかその僕もどん,どんどんどんそうやってこう割り切って、えー、仕事はね、やってるようにしてるんですけど、その方が続きますから、割り切り方を勉強した方がいいと思いますよ。うん 切り抜きいかがだったでしょうかこの動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってますよかったらぜひチェックしてみてくださいさらにチャンネル登録のもお忘れなくそれではバイバイ